これからそらくんの部屋に潜入してみたいと思います。そらくんの部屋はここです。ドアが閉まってるんで開けて、いきなり開けてびっくりさせたのと。誰はないでしょう。何をやってるかと思ったら、勉強してんのかと思ったら、その漫画を読んでます。そこにいっぱいあったもんですね。ちょっと勉強してほしいんですけど。これそら君の部屋ですけど、まあ意外と私の部屋よりかは随分綺麗ですね。最近この YouTube っていうのを貼っつけてありますけど、まあこんな感じですね。お、ここにあるのは何これ。ダンボー君がさりげなく覗いてるたり、カーテンお手紙が入ってたるけど、あ、本当だ。じゃあそら君、この新しい、これは何なんですか一体。ウォールポケット、手紙とですね、ダンボー君入ってますけど、実はこれですね、そら君が学校で、家庭科の授業作ったみたいですね。今男の子もですね、こういうものを作ってですね、授業でやるみたいですね。なんかいろいろ選べるみたいで、エプロンとかですね。他何あった？他？うん。なんかティッシュケースとか。ティッシュケースと、そらくんはこのウォールペーパーを選んだみたいなんですけど、君ここのなんか説明してくれ。何をこれ。説明するもんすごく。何かあるんでしょ。でもないよ、ね、このマークは何なの。これなんか手作りでしょ、このマーク。そうで、適当に、これは適当に作ったの。なんかマーク入ってました。これは糸で縫い付けたんではなくて接着剤で付けたみたいですね。アイロンだよ。アイロンか。こういうやつですね。ネクサスケース取るとね。何、あ、ネクサス入る。ここにケース取れば普通に。どれ、あ、本当だね。でも壁にあるとあれだよね、こう重たくなるから、ちょっと持たないかもしれないね。よっぽどしっかりしたやつじゃないと。はい、というわけで今日はそら君が家庭科の授業で作ってきた、なんだっけ、ウォールポケットを、紹介させていただきましたけど、君この間ショックンで作ったあれはどこやった。あ、これこれです。これそら君 のチャンネルでも紹介されてましたけど、これは私も一緒に行ってですね、ダンボール貼っ付けた接着剤作ってきたんですけれども、私のやつはないですね、ここに。ね、え、接着剤どれ。中、あー、これダンボール、なんで、これ空洞で、ね、広がらないから、そこに床の高いところ。あー、そういうこと。だからこうやるんだよ、こうしてね、ネクサスに。これは確かになかなか便利ですね。職業訓練校で一緒に作ってきて、私の方はもう少し土台がでかいやつを選んだんですけれども、それでもレグではまんなかったですね、でかすぎて。だから私のものはあんまり意味がないんですけどおい、少しちょっと勉強してほしいんだけどね。ベン便をしてほしいんだけど、大きな便を、大便を。もうランドセルはですね、いつも玄関のところに置きっぱなしで、今日はなんだか知らないけど珍しく君の部屋に来てるけど、宿題やったの。もう最近はそら君も自分の部屋に引きこもってしまってですね、リビングにいないんで私は寂しいですね。夜は今までは何かやったりしてそばで見てたんですけども、だんだん大きくなってしまってですね、漫画を読んだりですね、なんか友達と Google のなんとかで話をしたりとかして、ハングアウトしたりして、本当にもうこんなもんなんでしょうかね。それじゃあそら君、お父さんはこのまま去るぞ。じゃあな、バイバイ。じゃあ